出すとすると5ですね。5個出ます。うん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 、だからこの下のこの無駄ですね。あ、はいはい、無駄、はい。この根出し一生懸命しますけど、ね、はいはい、そんなことしたら根っこを出すだけ、うん、もったいないです。うん、だから植えるときはこのここのまあできるだけこの狭い方のやつを買った方がいいですね。うん、たくさん出るから。はいはい、買うときはいい苗を買うんだったらここの、ね、ちっちゃいできるだけ間隔の狭いものがいいも、うん、いい苗です。あとこの葉っぱさっき言いましたけど、うん、この葉っぱは無駄です。あ、はいはい、例えばこれちょん切っちゃってもいいです。あ、邪魔だったら。あ、はいはい、これこの土入ったらこれが土に帰るだけです。あ、はい、何にも役に立たない。はい、だからジョキジョキジョキって切ってこれだけ残して植えて十分。あ、はい、なる。めんどくさかったら座ってやってください。はい、だから今サスケくん使いますが、はい、普通の人はサスケくんがない場合は、うん、まあこういうところで植えますよね。うん、でここでこうこう切って、うん、そのまま船底をするとか、うん、斜めするとか、うんうんうん、まあ植え方縦にするとでかい芋ができるとか、うん、そういいますね、うんうんうん。だから短いのは縦に植えた方がいいね。うん、で長いやつはこういう船底とか、うん、あ、それで調節すればいいのか。でこれ伸びていくと、これうんって根っこが伸びて上に上げ出ちゃうね。うん、なんでよくこうやって植えて、うん、こうやって、うん、こうやって植えて、うん、でこのままこうやってかぶせるだけで、うん、こうずーっと伸びててこう出ちゃう。うんうんうん、ああ、だからちょっとイメージとしては、もしこうやって植えるんだったらこういう感じ、船底にして、うん、で一番そこはちょっとこうやってやっ90度曲げて、うん、ここをこうやって。こういう感じで船底を、ちょっとここ安定する。